松江哲明は東京都立川市出身の映画監督。1977年在日韓国、朝鮮人の両親のもとに生まれる。当時の姓は柳で1983年に家族と共に日本国籍を取得、松江姓になった。1999年に日本映画学校の卒業制作として取られたアンミョンキムチで、 山形国際ドキュメンタリー映画祭アジア、ちなみなみ特別賞、ネットパック特別賞などを受賞。その後、2006年にカレーライスの女たち、2007年に童貞青年の日常を描いた童貞をプロデュースを発表。1カットのみで撮影した2009年のドキュメンタリー、映画、ライブテープが第22回東京国際映画祭、日本映画、 ある視点部門作品賞、第10回日本コネクション、日本デジタルアワードを受賞。工事の機能障害を負ったディジュリーズ奏者、コマを描いたドキュメンタリー映画、フラッシュバックメモリーズ 3D が、第25回、東京国際映画祭コンペ観客賞を受賞。また、同作で、第23回日本映画プロフェッショナル、大賞特別賞を受賞した。2015年、 ドラマ、山田孝之の東京と北区赤羽において、東京ドラマアウォード2015の演出賞を、山下敦弘と共に受賞。2017年8月25日、池袋シネマロサにて、同定。をプロデュース10周年記念上映後、舞台上で出演者から同作への出演、作品内で行われた、性行為が強要だったと訴えられ、 当初予定されていた26日以降の上映が中止となる。松江は同月31日、配給会社スポッテッドプロダクションズ社長の名井拓春と連名で本件に対し事実無根であると声明を発表。しかし2年後の2019年12月5日、性行為の強要を訴えていた出演者を取材したインタビュー記事が、 ガジェット通信から公開されたことにより本件は再度、注目を集め、同年12月13日、配給のスポッテッドプロダクションズの公式ウェブサイトにて、同社社長の直井拓春と共に、2年前の声明とは一転し、事実を認める謝罪文が掲載された。ありがとうございます。